せーの、はい、はい、来ました。なんで来ましたよ。本当のエースっていうのは一体誰になるんだろうっていうところがあるのよね、うんうん。はい、今回も川上憲伸さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コラボ企画第2弾ということで、はい、今回はですね、はい、パリーグの順位予想をしていきたいと思いますけども。いいですね、パリーグね。パワーヒッター、パワーピッチャーが多いパリーグのパワーですよね。いきなり喋り出したということは不安ということですね。不安になるといきなりね。そういうのあるね。ありますよ ね、まあ、パリーグの順位予想ですから、はいはい、ね、やっていきたいと思いますけど、はいはい、まあ、今年はなんて言ってもね、ビッグボス、ビッグボスですよ。ここにね、ごめん、始まる前からいいですよ。やめろよ、いきなりだからって言ってそれはそこに行くための今話なんかやめろよ、それだけは許さんよ。さっきあんだけさ、セリーグの時にさ、おいおいおい言っとって、ケンシンさん一緒に寝泊まりしとったかって、そんなんなしやで。釘打つの早いね今回は。ここはね、忖度は絶対あかん。分かってます。これはそれはもう我々プロの解説者として、その球界の流れとか関係ないっすよ。思った通りに順位予想ですよ。順位予想、はい、いきましょうか。あ、6位からいきましょう。6位から、ね、はい、いきますよ。はい、せーの、はい、はいはい、来ました。なんで来ましたよ。なんで、はい、俺聞きたよ逆に。来ましたよ、ビッグボス。楽になりたいタイプ、ファイターズ。いや、これね、そうきたか。いろいろ僕もファイターズには思いもあるし、はい、ね、応援したい気持ちもあるんですけど、ファイターズ若い選手多いんですよ、うんうん、確かに、うん、でもうすでにオープン戦から開花し始めてるんですよ。育ち始めてる。もうでピッチャー陣はもともといいんですよ、ファイターズは。防御率もいいんですよ去年、まあ、5位に沈んでしまったんですけど、防御率も結構トップクラスにいいんですけど、うんうん、野手陣がね、まあ、ちょっとこう不安材料であるんですけど、その野手陣がみんなグワッともうビッグボスチルドレンが、だけどそう、だからなんでなん、そこなんですよ、うん、そこなんです、うん、ビッグボスは今年絶好調の選手外すって言ってるんですよ。だから調子がいいからって勝ちに行くために使わないって言ってるんですよ、うん、はい、ということはビッグボスじゃなければ順位が上がってんだけど、ビッグボスは監督だから順位がちょっと6位、いやわからないって聞こえちゃった、まあ、いやいや、でもビッグボスはなんでか、うん、なんでそういうこと言うかというと、なるほど、その今年は全員を試したいと、全員の能力を見て引き出したいっていうのがあって、例えばコンちゃんが首位打者独走してても外しますよ、うん、ってことを公言してるんですよ。万波くんがオープン戦で打ってるね、絶好調だったけど、ね、シーズン中だったら外しますよって言ってるんですよ。本当？そうなんです。だからそれを勝つために、うん、その手段をちゃんと選んで使っていくってなれば、僕も上に行く可能性は十分あると思うんですけど、うん、そういう選手は使わない可能性は十分にあると。その代わり2軍からガンガン呼んで使うって言ってるってことは、それはもう本当に今年はもうチームを全員ガーッてこう見て、うん、まあ、ある意味来年のためにってことか。そうと思うんですよ。だから、うん、ビッグボス的には6位とか多分燃えると思うんです逆にね、うん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 、かといっても勝たないって言ってるから、うん、勝ちに行かないって言ってるんですから、うんうん、っていうことはまあまあ魅力のある野球はすごいしてくれると思うけど、うん、順位的には多分こだわりはないんじゃないかなっていう意味で僕はもう、ね、はあ、ということで、はい、ケンシンさんどうですか今の話聞いて。だから今の話するだろうと思ったから、だから6位になったんだけど、一緒一緒ですか、内容的には。先に聞けばよかったなケンシンさんの惜しかったね。うわー、戦略ミスでも大体やっぱりオープン戦見てても、うん、誰がレギュラーになるのかどうしたいのかっていうのがちょっと見えてこないっていうのがあるのと、ピッチャーも僕から見たら本当のエースっていうのは一体誰になるんだろうっていうところがあるのよね、うんうん、健信さんエース論語られたら、いや、エースっていうかさ、やっぱり昔そら日本ハムが強かった時はあのなんか本格的なエースいい、ね、ダルビッシュとか、そうそう、そういう大谷翔平、そういう時はいいよ。でもまあなんかいないなと、日本シリーズの初球でガーンとこうね、僕の頭めがけて投げるぐらいのね、2球目初球です、初球だったっけ、初球ですよ、まあ、シゲさんがインコース構えるからねやっぱね、それ
それは。これがエースかってね、うん、そうそうそう、やっぱ踏み込んでくるバッターにはインコースでしょうっていうのは基本、それがねできるかね、はい、サインなんですか、あれは。いまだに言ってくれないですけど、もうインコースに構えたしげさんのサインですよ、うん、で手もほらね、狙ってないよ。いやちょっとおかしいんですよこれ、はい、インコースのサインだったらここじゃないですか、なんでここなんですか、うん、やっぱテレレレテレレレよく覚えてるわ、応援歌、あの音楽聞くと、そうそう、あの音楽を聞くと自分もテレレーンってなっていくわけですよ。そうそう、ケンシーさんとはね、はい、日本シリーズで対戦してる中で、ね、こうやって今となればこうやって話させてもらってますけど、はい、うん、普段あんまね、こういう会話させてもらえないです。まあまあでも楽しみにね、うん、ファイターズは今年見ていきたいって、うん、ケンシーさんぜひピッチャー陣をね、うん、あの一緒に言ってたことを分かるわみたいなことになると思うんで、ぜひ注目してください。井口君とかいいよね。あ、井口君もいいですし、いいね、で伊藤博美君もね、まあ、いや、どう、あれはもういいや、彼はエースだよ、うんうんうん、どっちかっていうと、うんうん、うん、余裕があるもん。あとね、ルーキー の北山君っていう、ね、うん、ドラフト8位の京産大のピッチャー、うん、これ楽しみなの、見てください、うん、そういうピッチャーが育ってくるとね、はあ、でも6位だね、うん、ちょっとまあね、野手陣がこう苦しむかなっていうところ、うん、なるほど、はい、じゃあ5位いきましょうか。はい、はい、せーの、ドン、ドン、オリックス。あ、まあ似てるか、似てるというか、僕フルスですから ねライオンズ使い切ったね。そう、なんかあのカードゲームじゃないんですか。まあ僕はライオンズ、オリックス去年の優勝チーム、はい、こうでしょう。どうしました、ちょっとピッチャー陣の、はい、昨年の日本シリーズもちょっとセットアッパー周辺ぐらいから抑えにかけてがなんとなく怪しいんですよ、うんうんうん、ここってやっぱりパリーグの、まあ、今のプロ野球全体上位、そしてそこを勝ち残るためにはここは絶対的に整備する必要があるんですけど、うん、オリックスオープン戦見てる限り誰なんだろうっていうのがいない、なんとなく。なるほど。でピッチャーもやっぱね、宮城ちょっと疲れるんじゃないかので、昨年のやっぱり働きは、うん、でやっぱり由伸君しかいないでしょ、うん、基本は。まあ彼はいいですよ、中継ぎ陣か、うん、うん、なるほどね。だから幸也も我が後輩明治君すごく可愛いし、あれ頑張ってほしいんだけど、関東までいかない。田島もそこそこでしょやっぱり。まあ僕は先発ピッチャーオリックスめちゃ揃ってるかなと思ってるんですけど、うん、まあ確かに後ろはね、去年もちょっとこれ平野投手が、うん、まあね、うまくは投げてるよね。あと打線でいうとやっぱり吉田君もやっぱ怪我がちっていうのもあるし、うん、ラオウもやっぱちょっと苦しむことは苦しむと、うんうん、まあやっぱ頑張ると思うけどね、うん、僕はねライオンズ、ま、いや迷ったんですけど、何、まあ、野手陣ですね。あ、まあそっか、そうなんですね。若い選手、うん、まあ、若林君が怪我明けたらもしかしたらまたかっていくかもしれないですけど、怪我持ちですし、主力のね山川、殿崎、うん、でこの辺の2人が元気だったらもっと上行くと思うんですけど。山川君はどうなの実際。いや今年は触れてますけど、いい、ただまあ40発から50発打てるように、うん、ライオンズってもともと投手陣がきつくて、まあね、でもうそれをカバーする打力がどうかってところで、うんね、優勝した時は山川、殿崎で、あの辺がガッて出てきて、若い時にガッて出てきて、であの時に栗山、ね、山川、うん、中村、うん、竹谷 ね、 そうやね、あたりと融合して優勝したんですけど、うん、最近はちょっと若い選手の突き上げがちょっとないっていう。確かにないか。で注目はね、うん、僕隅田投手、はい、うん、は僕はもう新人王争いするかなっていうのはあるんですけど、うん、まあちょっとこうね全体的に苦しむかなっていうのは、僕もね古巣なんで、うん、ぜひ頑張ってほしいと思います。頑張ってほしいですね、はい、はい、じゃあ4位いきました、はい、せーのドン、はい、はい、おお、まあなんかこの辺のね、まあ、B クラスほぼだから一緒だったってことですね、パ・リーグに関しては、ね、まあ僕が言おうとしたことさっき言ったからね、西武のことに関しては、まあまあまあ、ファイターズとライオンズに関しては、僕もある程度、ね、まあ、さっき言われちゃったんで、ほぼほぼまあその通りなんですよ、情報はね、情報は、まだ、さっきくの忘れたわ。で僕オリックスに関しては、うん、まあ、さっき言ってもらった通りで、ね、はあ、でもまあやっぱりね、うん、主力が怪我した時にいないね、そのカバーできる人がね、うん、で さっきケンシーさんも言った通り、うん、後ろのピッチャー今年12回まであるんで、うん、そうやね、まあちょっと苦しむかな。ただまあ去年の経験が生きてるん で、うん、でピッチャー陣も先発が安定してるんで、うん、こうガーッとこう最下位に沈むような雰囲気ではないかな、そんな感じじゃないよね、うん、っていうのは野球がこうどっちかっていうとパリーグらしくない、やいい意味で言ったらこうセリーグっぽい野球するからね、うん、足を使ったりだとか、その主力がいないならいないでこうなんかこうロッテのような感じの試合をしていくからね、うんうん、ということで4位、はい、はい、ではここからは3位、はいはい、はい、ここからは A クラスです、はい、さあいきます、はい、せーのドン、
はい、はい、楽天。ああ一緒ですね。そうですね。なんかピッチャー先発とか簡単に言うと名前はいる、うんうん、だけど一人一人が年俸じゃないけどそういった通りの働きをしそうな雰囲気はないね、まあ、今までの実績で名前はドーンと並んでるように見えるけど、うんうん、こう突き抜けていくようなって感じですか ね。やっぱ、今ねこのオープン戦って、我々の頃ってさこの時期とか、まあ、3月の前半のオープン戦とかっていうのはまあまあまあいいんですよっていうぐらいのイメージだったのね、うんうん、実際スピード感もシーズンよりやっぱり 5,6 キロ遅いっていうイメージだったんだけど、うん、今のオープン戦でもうみんな仕上がってるじゃん。早いですよね。早いじゃん。の割に楽天のピッチャー陣の先発陣見たらそんなに仕上がってないように見える。なるほど、ピッチャー的目線でっていう感があるかな。なるほどね、うん、まあ、去年則本君が、うん、まあ、返り咲いたというか、ね、2桁勝った程度マー君も勝ちがつかない。まあまあマークに関しては防御率はいいですけどね。マークは思ったよりですよね。うまくマークは苦しんでるかなっていう、うんうんうん、なんかこうすっきりしてないと思うんで。なるほど。まあ僕はね野手で、うんうん、バク転も盗塁がね極端に少ないチームなんですよ。今回西川春樹が、はいはいはい、まあ、楽天に入ってで、うん、足を使えるようになるのは確実かなと、うん、なるほど、まあ、今盗塁数がだいぶ少ないんですけど、うん、30ぐらいは上手で彼一人でね、うんうん、走れるようになると、うん、だいぶ打線の中で変わってくると思うんですよ、うん、だから本当は優勝候補だよね、うん、そうなんですよ、うん、ただまあちょっと僕も一緒で、うん、投手陣がそろそろまあ疲れが来てるし、ね、で、まあ、ルーキーもね早川君が去年頑張りましたけど、うん、もう何人か ね、であと後ろのピッチャーもちょっとねちょっと不安なんですよ、僕から見てるって。いやかなり不安でしょう、うん、実際は。だから名前はあるんだよね。そうですね、うん、だからまあまあなんか上にも行きそうだし下にも行きそうなんだけど、うん、ちょっとこう力はあるっていう感じですよね。ただ野手とかの層は結構あるよね。代打も銀次も今年は頑張るんじゃないかな、うん、なんとなく層も大きいです、うん、僕のね注目はうん、キャッチャーの安田君。ああフルスイングの あの子は、ね、出るかね彼は。面白そうですね。もうとんでもない、うん、打てるキャッチャーに成長する可能性があって、うん、頼もしいよね見てたらね、はい、新人王になるかもしれないよね。可能性あるんですけど、ただ、まあ、オープン戦とか見てると、うん、ちょっとやっぱこの、うん、だんだんプロの綺麗にだんだんね球速上がってくるとね、で探り出すっていう、うん、ああって感じなんで、ね、フルスイングで合わせにいけると、前も自由にやるんじゃない？うん、楽しみなんですよね、うんうんうん、ということでじゃあ2位ね、はい、2位と1位、まず2位です、はい、せーのドン。おお結構似てません？パリーグ結構見てるね。いやいや、うん、似てる似てるね今回ね。え、ということは1位はちょっと行きましょうよせーのドン。すごすごくない？これすごいね。1,2,3 一緒。1,2,3,6 そうやね。ロッテ、まあじゃあまずロッテからいきましょうか。はいはい、行きましょうか。なぜロッテなんですか、うん、言わせる。いちいち口開くのがめんどくさい。なんかもう絶対的な自信あるじゃないですか。もう決まってるやん。お、それ聞きたいんですって。それをすいません、もうねロッテのね皆さん本当に良かったですね。喜んでいいと思う、もう乾杯していいと思う。あのね自分たちがほら日本ハムで強かった時は誰がいたの？エース。はい、どんなエース？絶対的エース、はい、佐々木朗希。はい、来ました。来ましたよやっぱね、うんうん、で去年はまだコアゴア野球やってたの、育成段階というんですね。そう、要はエースとして、はい、もう大事に育てるんじゃなく、うん、もう勝負の世界で戦い出すと。だってさいつも思わん、ダルビッシュもそうやったやんか。自分らが良かった時ってさ、あれ後ろはご最初おぼっこかったやん。まだでもだんだんこうワイルドになってくる。なってましたね。確かに背中が、そうそう背中の方がね、エースのね、うん、高橋コーナーもそうやけど、うんうん、みんななんかこんな感じになってる。パ・リーグって高橋コーナーの場合はちょっとターザンになっていっちゃってますよね髪の毛がだいぶなって、まあ、あれもライオンやからね。ライオンなんです。ホワイトライオン。僕もターザンにしか見えなくて。でローキは仕上がったね、もうそろそろ。いやすごいですよね。下半身もどっしりしてるし、うんうん、
躊躇ないっていうか、自分の体にようやく自分の脳と体が同じ動きをしてくれるようになったんちゃうかなっていう自信持ってるよ。だからもう健信さん的にはもうやっぱりエースがまずドーンといてこその優勝だと、うん、そう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 、うんうん、まあ、という意味ではまあ佐々木朗希君はもう今年はもしかしたら MVP 候補になるなる。だからもう正直言ってこの1位になった理由は佐々木朗希、うん、で僕も一緒ですけど、すごくなんか下半身の使い方がワイルドと柔らかくなったから。で僕ロッテは、うん、そのまあ、エースが、まあ、佐々木朗希君がドーンと出てくるの前提としても、うん、マリーンズの最近の野球って、うんうん、ほんとなんかそんなに打ってるイメージ全然ないんですよ。確かに確かに全然そんな感じだね。あ、まあ、マーティンがなんか打ってる時は派手だなって感じなんですけど、うんうん、勝つんですよ。でデータ見ると、うん、めっちゃフォアボール取れるチームなんですよ。あ、なるほど。で打てなくても、うんうん、フォアボール取ってるしで、うん、走れるし、確かに、ね、守るんですよ。確かにね。でそこが揺るぎないところに、うん、エースが出てくるんで、なるほど、まあ、これはいよいよ隙がないってこと、ね、そうなんですよ、うん、ここ数年マリーンズ強いんだけどなんか優勝には届かなそうっていうイメージがあって、うん、で B クラスに予想したりするんですけど、うん、安定してるんですよ。安定はしてるね。でクローザーに増田君がいるし、うん、で、ね、セットアッパーもいるんで、いいよね。なので佐々木千早がね、まあマリーンズ行くかなっていうのでね、2022年、はい、まさかの2人が一致ということで、はい、でその対抗馬ですよ。はい、でソフトバンク、はい、ホークス、ね、2位のホークス、はいはい、ホークスは去年怪我人で相当苦しんだんですけど、うん、あのね巨人ちょっと2始めたり、ちょっとあの若い選手が、うん、あの出てこなくなりつつあって、なんですけど、うん、ピッチャー陣であの田中正義、はい、仕上がりつつあるね、ようやく戦力的にはまあ余裕はあるね、うん、ということで、はい、今回、うん、あのコラボ企画で、うん、セバともに順位予想しましたけども、はい、今後ともまたカットボールチャンネル、はい、仲良くですね、はい、ということで、はい、今回はですね、はい、ケンシンさんのカットボールチャンネルとコラボ企画ということなので、はい、そちらの方もぜひ皆さんチェックしてください。はい、登録のほどよろしくお願いします。はい、ということで今回はケンシンさんとセバ、はい、順位予想をしていきました、はい、ということでありがとうございます。はい、ありがとうございました。